上野台は、島根県安城市にある標高330メートルの山。日本神話において、イザナミ命が葬られたとされる、ヒバ山と対峙する山である。古事記において、彼その神ヒリシイザナミの神は、出雲の国と母木の国の境、ヒバの山に葬り木と記される。イザナミ命の神領地は、元織のリ長の古事記伝の記述によれば、 出雲と放棄の境にある、島根県安木市の歯場山とされ、上の台は、その歯場山と共に古来より、鶴仙亀山としての産業が伝えられ、山頂付近には、日向尾猫墳群が存在するなど、歯場山とは、深い関係にある。歯場山のザナミ命を神漁を溶拝するのに適した場所であり、東に大仙、北に中海を望み、島根半島を一望できる。 上の台はかつて神の台とも呼ばれていた説がある。日向尾根古墳群は、標高約320から330メートルという、高所に築かれた旧基からなる、古墳群で小型ながら前方後円墳を2基、築かれている。この古墳群が築造された時期は、小型ながら2基の前方後円墳が築かれ、そのいずれも横穴式石室を主体部に持つことから、古墳時代後期。 6世紀中央紅葉にかけてと推定されている。また、上野大地区としては、前方公園墳3基を含む40基近い古墳群が確認されている。山頂から1キロメートルほど南下した月坂という場所には、縄文時代の遺跡がある。日馬山のイザナミ命ノ上オと同様に高所にも、かかわらず各、おね状に数基からなる古墳群が築造され、 周辺地域と比較して古墳の築造密度が非常に高い特性から古墳時代後期の中心地をなすかのようなありであるがこの地域での調査例及び報告がないので未だ明らかとなっていない。ありがとうございます。